井上智一郎は大阪府出身の小説家、大阪府西成郡中津町生まれ、本名、智和。商業学校在学中、野球と小説乱読で学業を怠け、そのために中退し、その後各中学を転々とする。1929年、関西大学第二商業学校を卒業し、1930年に、 早稲田大学専門部法科入学。1931年、森林公園を発表して、川端康成に認められる。また坂口安吾、田村大二郎らとの同人誌、桜で活動し、1934年、同家者を発表。1936年、早稲田大学仏文化卒業。同年、人民文庫に参加。都新聞記者となり、 1938年特派員として中国先生に従軍した。1939年文学者に残務を発表。1940年波の上を観光して作家生活に入る。戦後は風俗小説作家として活躍し雑誌、風説に参加した。絶壁が宇野千代、北原武夫妻をモデルとしていると言われ抗議を受けた。 日本文芸家協会理事などを経て、1970年に、ゴルフ場の霞大カントリークラブを創立、自ら社長となる。1997年死去。復刊、日外アソシエーツ現代人物情報。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  関西大学を彩る人々関西大学新聞1956年12月15日日外アソシエーツ現代人物情報日外アソシエー現代人物情報日外阿蘇シエ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 現代人物情報日外ツ現代人物情報 日外アソシエーツ現代人物情報、ありがとうございます。